スーパー。はい、アミノサルスの崎本です、今回ですね、ランニングマシーンの、トレーニングの仕方について、ご説明させていただきます。まあ私はですね、練習の、半分がジムでね、練習したりトレードミル、まあランニングマシーンで、練習したりっていうのが、まあこの2年前から、続けてることです。でやっぱりこう皆さん仕事ある中で、時間ない中でどんだけの内容の濃い練習をしようかっていうことを、すごく考えられると思うんですけども、まあ、その中で唯一ですね、本当短時間で負荷、高負荷のかかる練習ができるっていうのは、まあジムが一番じゃないかなと思ってます。朝ね、仕事行く前に走るっていうのも本当に、大事ですけども、やっぱりその朝もしんどくて、もう仕事のね前の日の疲れが溜まって朝走れないで、夕方、仕事終わってから走るっていう人たちの方がほとんどが多いんですけども、まあ、その中で、内容の濃いね、練習を積んでいただけるために、説明させていただきたいと思います。でまあ、今本当ね、大会前で皆さんもピリピリしてる状態だと思うんですけども、トレッドミルっていうのは角度変えたり、まあ、スピードを変更できたりとかね、とても一人じゃできない練習を、まあ、機械が勝手に変わって、やってくれるような、そんなイメージを持っていただけたらいいと思います。基本的に一人で、マッチを走るとですね、やっぱりこうしんどくて、例えば信号待ちとかでリズムが変ちょっと変わっちゃったりとかね、する中で、まあ、トレッドミルっていうのは本当にもう目の前壁で、なんていうんですかね、ずっとそのペースで走り続けれるっていうことが、まあメンタル的にね、僕はもうメンタル的にすごい強くなるような、そんな練習の時間だと思ってます。まあ室内もですね、だいたい22、3度で設定されてて、その中で走る、だから言えば暑い中でまあ走ることで汗をすごいかいて、まあ負荷かかる、それプラスアルファ外で走る、まあ例えば1キロ4分のペースで機械で設定しても約ですけど、まあ機械の方がちょっと速く走ってるっていうことになるらしいです。なのでただ走るだけじゃなくて角度も変えて、例えば、まあ、最低でも1度にはねしないといけないですけども、1度に した状態で走ることで、まあ、街を走ってるようなそんな、形になります。ということでトレッドミルの良さっていうのは、まあ、角度を変更して常にこうアップダウンある状態で走れるっていうのと、そのスピードを変更できることで、例えば 400m1 キロっていうのを考えて、まあ、ポイント練習とかでもね、できるんで、そういうやり方をしてしっかり積んでいただきたいと思います。トレードミルの、機械のその上で走ってるわけですから、やはりこう目の前がね、邪魔、ちょっと邪魔で窮屈で、腕振りがね本当にそう難しくなるんですよね。これ慣れないとスピード出していくにつれてすごい窮屈なこんな状態で走ってしまうので、まあ、できれば、まあ、まずは慣れが必要なんですけども、そこの体幹の部分を言えば腰高と胸をしっかり張って腕振りがきれいにできてる状態をしっかり考えながら走っていただくっていうのが、第一前提になってきます。まあ私はもうケニアにね、行ってきていろいろ勉強させていただいたんですけども、基本的にまあ素人のランナーの方っていうのは腕振りがこの角度がちょっと下がって走ってる方が多いんですけど、この角度をこう腕を前に持ってきた時にちょっとここの胸の、まあ、乳首あたりですね、ここまで親指を持ってきていただく形ですね、こうこうですね、これが90度以下なら効率悪くなる。なのでこうここ90度以内に しとくというところが、まあ、ケニア仕込みの走り方でした。で、まあ、僕はもうそれをね、彼らに注意されて、でもうちょっとこう引っ張る動きを、すると同時にここの角度もしっかり変えて固定して、もっと楽な走り方をしろと言われましたね。もちろんこの街の中を走るのもそうですし、トレッドミルでね走るのもそうですけど、トレッドミルはやはり体が窮屈になっちゃうので、そこだけ注意して、練習積んでいただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということでトレッドミルのね、走り方についてご説明させていただきました。まあ、今の話でね、良かったなと思う方はチャンネル登録とグッドとコメントよろしくお願いします。